こんにちは、長志です。今回はですね、コンサルタントのスキルとして対話術とか質問の高さが重要ですよっていうことに関して、ワニ達也さんという有名なこのコンサルタントの方の、こちらのですね、著書を深掘りしたという記事と動画を、こちらで公開させていただきますと。このワニ達也さんっていう方の経営コンサルタントなんですけども、年間報酬3000万超えが10年続くコンサルタントの対話術という本を出されていますと。でこの対話術っていうこの本をですね、読んでみて、その儲かるコンサルタントってやっぱり専門的知識の有無じゃなくて、いかにお客様とこううまく対話をして、特にまあね、経営者の方とかのまあお悩みのトップ3をいかに引き出すかっていうことにかかっているなっていうことがよく分かったってことですね。これこの動画の結論ですね。で実はこの以前このワニさんっていう方が書いた、年間報酬3000万超えが10年続くコンサルタントの教科書、対話術じゃなくて教科書っていう本を、実は以前、読んで、その記事を書かせていただきましたので、こちらのリンクを貼っておきます。まあ、今回の対話術の動画の本に関してはまあまあ言ってることは似てるんですけども、具体的なその本当に対話ってことに絞って、書かれてる本なので、すごく有益だったのでまた別の記事にしたっていうことです。でこの、今回対話術に関してこういろんなこのコンサルタントが新規で営業したりするときとか、新規で営業したりするときとか、実際にそのコンサルティングをするときとか、そういうときに時系列順にどういうふうな会話をしていけば、いかに買い叩かれずに高単価なコンサルタントになれるかってことがこの本では割と書かれています。で、まずこの新規営業時にどう立ち回るべきかっていうことに、まずね、この最初のファーストの一番最初の接触部分ですね。で専門知識があっても実は大半のコンサルタントってやっぱ食えないんですよね。でそのコンサルタントがよくある間違いとして、大半のコンサルタントってやっぱこうした方がいいですよっていう、こう覚えた知識とかをこう社長さんにひけらかすんですけども、まあ、ひけらかすって言ったらあれですけども、上から目線で言っちゃうと。でも社長ってそういうこう上から何かいろいろ指示されたりするのが嫌いなので、もうそれでなんかムカつかれてすぐ契約を切られてしまうってことも往々にしてありますと。じゃあ何をするべきかってことなんですが、経営者とかまあお客様のお困りごとトップ3とかにアプローチをして、それを解決するようなコンサルティングを行うことで、そのお困りごとにアプローチするには質問力がすごく大事なんですね。社長に一通りこう、ね、自社の状況とかを好きなように武勇伝とか語っていただいて、その後に実はそんなに順調だったら経営上のお困りごととかないですよねっていうふうな質問を問いかけると。でそれから、まあ、大半のコンサルタントって、まあ、知識があれば食えると思ってますけども、でそもそもビジネスってお客様のお困りこととかを、ね、面倒なことを代行してあげると、代行してあげることがやっぱり商売の本質なんですね。なんでそこにまずフォーカスすることがすごく大事で、まあ、新規営業時で、まあ、価格の提案とかでもやっぱり安いとか高いと思われるのってやっぱ見せ方次第なんですね。次にね、商品の価格が誰と比べられるかそれをちゃんと自分で主導権を握って決めるべきっていうことに関してです。通常このコンサルタントってだいたい月額です5万ぐらいが相場って言われてるんですけども、これってまあ税理士とか弁護士と比較した場合なんですね。よくまあ弁護士の顧問料って5万くらいって言われてるんですけども、でもまあ5万で何でも目安されるのって結構しんどいので、もっと値上げしたいと、まあ、そういった時に誰と比べられるかっていうのも結構大事ですと。でワニさんはこの著書で外部にいるまあ幹部の社員で経営の意思決定に関わってくれる人がいる、その人を月15万っていう価格で雇えるなら安くないかっていうふうなオファーをしています。これ結構うまいですよね。比較する対象をずらしたりとか、まあ、自分で比較対象を設定するっていうこと、これが大事なんですね。15万だったらね、社員を一番新卒の下の社員を雇うよりも安いと。なのにしかも経営の意思決定とかにも関わってくれる幹部が外部にいると、これを15万で雇えるのはすごく安いってことがよくわかると思います。
で、まあ、私もこう過去に出したこのマーケティングのコンサルのオファーもまあ似たような感じで、30万円のマーケコンサルを売った時とかに、それを24回に分割できたので、まあ、月当たりに直すと1万2000円ぐらいだったと。で、これはパソコン教室とか事務代とそんなに変わんないっていうふうなオファーを投げて、こう比較対象をこうどこに設定するかってことで安く見せたりとかするっていうコツですね。これも私もやったことがありますと。で、次に、営業の本質って、やっぱり自分のこのサービスとお客さんのお困りごとのマッチングであるってこともワインさんは語られています。で、営業イコールこう必死に売り込みをすることって思ってる方多いんですけども、営業ってやっぱりね、こうマッチングであると。で、お客、そのためにそのお客様のこの質問とか悩みとか深掘りする必要があるんだと。で、ここで話変わりますけども、異業種交流会って言ったことありますでしょうか。あそこね、私も参加したことあるんですけども、結構残念な思いしかしたことがなくて、だいたい9割ぐらいが外れなんですね。なんで外れかっていうと、やっぱり大半のフリーランスとか自営業者にいきなり売り込みをされるんですね。自分たちの商品 PR とか、ひたすら自分のことだけ話しまくって会話が成立しないみたいな感じで、なんでお客様のこのお困りごと引き出すとか、まあ、そういうまあ高度な次元の話とか全然交流会はないんですよね。で、こんな感じでして、で、次にこの相手が気づいていないこう課題をね、実際こう、まあコンサルを受けるってなった段階に、こうどうやって引き出すのかっていう、この課題を深掘りする対話術はどんなのかってことが、この本では語られていまして、で、大半のその、まあ、産業コンサルタントは、いきなり核心に迫るような質問をしちゃって、相手からすごく唐突感を持たれてしまって、はぁって思われてしまうんですね。で、その理由がやっぱ唐突すぎる。質問が唐突すぎるとか、質問が大きすぎるから、もうちょっと分解してないから、分解してこう質問してないからってことですね。で、そこでやることは、まず相手が話した内容になぜそう思うのかってちゃんと質問し続けて、どん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 こう下の階層に深掘りし続けるってことですね。で、そのね、質問する理由をちゃんと話して、なんでこういう質問してるのか、なんでこういうプライベートなことも聞かないといけないのか、コンサルに必要だからってことをちゃんと理由付けしてロジックをつけて会話の唐突感をなくすってことね。で、次にこう相手が答えやすいようにちゃんと考える時間も与えてあげるとか、あと自分のこともちゃんと話す。自分のエピソードをこう誘い水としてこう具体的な事例としてこういうことが私もあったんですけど、何々社長はどう思いますかみたいな感じで自分のエピソードをちゃんと誘い水として話すってことがすごく大事らしいです。で、この話の唐突感って結構いろんな人がやってますし、もう私もね、そういうことやったことありますね。で、いろんな人にこう相談を受けてもらったときに、いきなりなんでこんな人、この人ね、いきなりズカズカ踏み込んでくるんだろうみたいな、こうね、イラッとしたことってやっぱあると思うんですよ。ね、そういうことって、そのイラッとされたらもう、ね、心閉ざされちゃいますので、やっぱここってすごく大事だなと思いました。で、次、ですね、信頼してもらってペースを握る、相手のペースを握っちゃ こう対話の方法っていうのも書かれてまして、これは前話した、先ほど話したこう前置きですね。なんでそれを聞く必要があるのかとか、自分のエピソードもちゃんと話す。で、答えやすいように前置き、ね、誘い水としてトークをするとか。こういう前置きトークをする、トークをすることで、唐突感をなくすと。で、その結果、信頼されやすくなって、相手の本音を引き出して、深いコンサルティングができるようになるっていうふうなロジックですね。で、この前置きトークっていうのは、こう、実は3パターンぐらいあるらしくて、この事前期待に対して前置きをトークしておくって、まず1個目があって、受注した、コンサルティングを受注した後に、こう、不安に襲われちゃうコンサルタントって実は多くて、本当にこのお客様が求めていることとこう自分が提供できることが本当にマッチしているのかとか、変な仕事を後から頼まれたりしないかとか、一概中としてこき使われたりしないかとか、そういうことを不安に思っちゃったりするんですね。なのでそのためにちゃんと事前にやることやらないこととか、こう一緒に目指したい方向性みたいなのを社長と話し合っていうことがすごく大事。そうすることで、こう、開始後に、あれ、これもやってくれるんじゃなかったのみたいな感じの期待値を下げることが防止できると。で、相手をがっかりさせたらどうしようっていう不安からも解放されちゃうってことですね。次に、心構えのための前置きトークっていうのがありまして、
ちゃんとこう事前に伝えておいた方がいい情報とかネガティブな情報っていうのを、それをちゃんと事前にしっかり伝えておくことが大事だよってことです。これも相手の期待値を下げないためのちゃんとジャブを打っておくみたいな感じですね。最後ですね、効果を最大化するための前置きトークってことで、なんか実際営業するときとかにこう内容とか成果とか誰が商品を提供するかってこと、この3点をちゃんとしっかり伝えておかないとダメっていうことなんですけども、これは例えば私のマーケティングコンサルっていう商品を売るときに、そのこういう感じの SNS とかブログの作成とか運営方法を教えますよって、ただこの商品の内容だけ伝えるだけで10万だとちょっと高いと思われるかもしれないんですけども、実際このマーケティングコンサルを受けることで10人ぐらいお客様を月当たり獲得できますっていうと、ちょっとこう10万でもまあ安いかなって思われ始める成果を次言うとってことですね。最後にこのマーケティングコンサルを誰が教えるのか、日本屈指のマーケターである長島が教えますと、誰が商品を提供するのかってことを教えれば、伝えればこの権威性が補足されて、ね、内容と成果と誰が商品を提供するのかってこと、ちゃんとこの3つをセットで3個の要素を伝えれば、これを10万で提供するってことはすごく安いなって感じられちゃう。なんでちゃんと必要十分な情報ですね、営業するときは内容、具体的な成果、ちゃんと誰が商品を提供するのかってこと、3要素までしっかり伝えて安いって思わせるっていうことがすごく大事。ちゃんと理由付けをしっかりねつけてオファーをするべきってことです。以上より、年間報酬3000万超えのが10年続くコンサルタントの対話術は、お客様の、悩みトップ3にアプローチできるコンサルを目指すべきってことと、専門知識の有無でコンサルの収入は決まらないってことと、お客様の悩みを聞き出す深掘りの質問はこうなぜの繰り返しであるってこと、あとこう話の唐突感をなくすために、お客様にこうね話の唐突感をなくすことで、お客様にこうスムーズにこう質問に答えてくれる、こう信頼関係を築きやすくなるっていうことでした。ではですね、今回の動画はこれで以上となります。ではありがとうございました。